公安総省は満州国にかつて存在した省。中国東北部の北西に位置する。前身は1932年3月9日に設置された公安省であり、この項目では公安省及びその後の一時期の期間設置された公安4省も合わせて解説する。1932年3月9日、公安省分設3分省の県の規定に基づき、 満州国当地地区であった内毛米駅地区に、公安省及び公安東文省、公安南文省、公安北文省の3文省が設置された。他省と異なり、公安省には商工所が設置されず、満州国国務院公安局により行政管理が行われた。同年四月五日、国務院は公安三文省の文章公書の駐在地を月日に、 各文省の管轄区域を8月1日に各文省省庁及び各畑町を任命8月3日に公安局を公安総署に改編した1933年熱化省症,症からスタチ名の西へ射撃林河の北に公安分に師が設置されることが決定し7月12日に行政区域を定める広報が交付されている 1934年12月1日、公安総書が廃止となり、その管轄下の文章が章に昇格したが、1944年10月1日に公安4章が合併し、公安総書が設置され、商工書が公安外に設置され、その下部に公安北章、京東地区、江中地区、江南地区、京西地区を設置し、25期4県にしよう。 管轄するようになった。1945年8月のソ連対日産戦による満州国崩壊に乗じ、省庁だったボヤンマンダフが東モンゴル自治政府に改組する。1932年3月6日、公安東文省の設置が決定、同月29日にエレチュンが文省庁に就任5月1日に文省交渉が 布西に設置される予定であったが治安問題等により国立交渉上に暫定交渉が設置され政務を開始したその後交通の要衝であった抜きントンに交渉が設置されることになり1933年1月12日に設置され23日より政務開始となった1932年12月国立交渉より宮城県布西県 作林権が移管された。翌年5月10日には行政区域の再定義が行われている。1933年5月に名分期が廃止されている。1934年12月1日、公安総書の廃止に伴い公安東省に改編。1941年に日抜き鹿旗が公安南省に移管されている。 1943年10月1日、公安総省の設置に伴い京東地区業所に改変された。満州国崩壊直前の株行制区画は、下記の通り1944年に設置され、公安総省公所の直轄とされ6期1県を管轄した。満州国崩壊直前の株行制区画は、下記の通り1932年3月9日。 公安省文説三分省の県に居し、公安南文省が設置され、文書高所が、達時間オフに、臨時弁ところが、法天省両元県に設置され6月1日より、政務を開始、下部に、都がしか水心左翼前期、都がしか水心左翼中旗、都がしか水心左翼後期、都がしか水心右翼前期、都がしか水心右翼中旗、都がしか水心右翼後期、 ニュキライトクキの7期を管轄した。1934年12月1日、港湾南省に改変されると管轄行政区は、クーロンバタ、トガシカ水心左翼前期、トガシカ水心左翼中旗、トガシカ水心左翼後期、トガシカ水心右翼前期、トガシカ水心右翼中旗、トガシカ水心右翼後期、後期ニュキライトクキ、通り、両県を管轄した。 1935年9月1日、文書交渉を開け、路に移転、1944年10月1日に、公安総省に編入され、総省の出先機関である、江南地区業所が設置され、後期二県を管轄した。満州国崩壊直前の行政区画は、下記の通り1932年3月9日、公安省分設三分省の県に居,居し、 公安北文章が設置され、文章交書が海へしゃげ何時に設置され、下部に、サクリン左翼期、サクリン右翼期、新しと萌えしか虎左翼期、新しと萌えしか虎右翼期、チンと萌えしか、虎畑、北色特期、布リア特ク,クリン春畑。1934年12月1日、公安北省に改編されると管轄行政区は、 作林旗、新しともしか虎左翼期、新しともしか虎右翼期、陳ともえしか、虎旗、エルグネ左翼期、エルグネ右翼期とされた。1936年1月1日、北満特別区が廃止されると満州里市及び海、平しゃ南寺里が編入された。1944年10月1日に、公安総省に編入され、 総称の出先機関である京北地区業所が設置され、六機2県を管轄した。九百三十三年五月十日、西平社劇林画の北の地区に、京西文章を設置、文章交渉を林西に設置、下部に、抜きロ特左翼機、抜きロ特右翼機、アロガシカ水心機、ともえ林左翼機、ともえ林右翼機、活中活藤機、カ路ロ県、林西県を管轄した。 1934年12月1日、公安総書の廃止に伴い公安西省に昇格、抜きろ徳左翼期、抜きろ徳右翼期、アロカシカ水心期、ともえ林左翼期、トエ林エ・ハ右翼期、カツジューカツトウ期、オ徳左端、ナマン期、カイロ県、ハヤ西県を管轄した。1937年に、沖縄牛徳左端は、熱化省に移管され、 1944年10月に公安4省が公安総省に統合された際に京西地区に改編され4期1県を管轄した。満州国崩壊直前の行政区画は下記の通り突起なき場合、世界諸国の制度、組織、人事1840から2000による。ありがとうございます。